조시오까아래아래떴다거여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 다다뿜노치카하이이기마스요하네와네야어떻게했다아마리니우츠쿠시쿠테展開を追放されちゃったよ。これは発光の美少女って呼んでもいいわよ。なんなんで？あんたこの最初の紹介。よしこいや。俺はね、実はもうガチャ買えてきたんですよ。ちょこっとだけ。まあ当たらなかったら隠します。マジで。では、もう新規ユーザーとしてどうぞ。これまだね、ちょっとやったんですけど、まだ取れてはいません。なので、ね、ちょっとやったら、また一晩中回していこうと思います。では、ちょっとクスターの方もね、見てくるんで、そして、ツイッターにバースデーメールを送ってくるんで、ちょっとそういうのやってください。フェアリーテール。結構ね、提供割合が、率が 100% なんですね。URL、あ、多分、7枚、28枚、2枚、1枚。だから、まあ、よく引っ張ったわけです。こんぐらい引っ張った。あと何枚だろうね。350個。350個だって。300個だってしょ。では行きます。300個してば、いけるんで。まあでもね、まあ天井はね、行きたくないんで。そう。こんな感じなんだよね。本当に、私だってね、3月に、3月までちょっとね、スクエスのプログラムをやってましたけど、なんだかもう出るとは思わなかった。引退後初の、初の怪力ですよ。貫き通すところ素敵だなって思います。今日はヨハネの生誕祭、リトルデーモンたち盛大に祝いなさい。でもなんか去年となんか同じっぽくないか。多分去年もなんかこういうこと言ってました。はあ、堕天使、何それ、かっこいいじゃない。よしこ、あなた最高にか。ヨハネよ。はい。今日はヨハネさん。あ、せつな、せつなちゃん。そう、推しが推しの声聞いてるのでありがとうよ。ええ。
盛大祭なんだから当然ヨハネとする教育も用意してるんですよね。よくも聞いてくれました。もう私ヘックスヨシコさんに渡した気づかなかったんです。ちょすごいって言われね。ただヨハネは本当に満足させられるかしら。ゆっくりではヨハネ様これを開けてみてください。分かったわよ。んこれってそうヨシコさんなら分かってくれると思いました。このブレスレット、この間一緒に見たラバの原作映画の銃口つけてたやつ、これをつけてるやつ選手すごく惜しかったの。ケイスナーありがとう。ガチャいきましょう。生徒のケイガチャ